やる気もなくお姉ちゃんがやってるからやるぐらいのプロになるんだって決断したのは中学入学ちょっと前ぐらいだったので、オンオフのスイッチがない、まあ、でもオンとオフはしっかりしないといけないなって無の時間を使って優勝するためにこのオフは本当に頑張らないといけないな、来年こそは優勝できるかもしれないって思うようになりましたね。堀琴音プロ、徳島県出身の22歳。7歳からゴルフを始め、2014年18歳の時にプロテストに合格。その翌年には10代で賞金ランキング33位に入り、史上6人目となる10代でのシード選手となりました。20代に入ってますます活躍が期待されるゴルファーの一人です。まあ、順風満帆にすごくこう今まで来てると思うんですけど、まあ、その中でまだ初優勝がまだ、ね、はい、ないので、はい、やっぱりそのことについて今自分で思うことっていうのは何だろうなと思って、やっぱり一刻も早く優勝したいなっていう気持ちが今一番にはありますね、うん、そのためにこのオフシーズンまた頑張ろうと思うし、うん、でその優勝争いした試合で何が足りなかったのかとか考えてでオフも取り組まなくちゃいけないなっていうところです、ね、うん、あまり思い出したくないと思うんだけど日本女子オープンも、はいはい、ね、見てたんだけど、やっぱそういう時にも、今後どうなんて具体的にどうやっていければいいかっていうのがなんか気持ちの面なのか技術面なのかでどう考えてるのかなと思って、あの時は優勝争いっていうのを18番までしたっていうするっていうのが初めての経験だったんですよね。あ、そうだっけ。そうです。18番までもつれたっていうのは私自身はなくて、うん、やっぱり最後のサンデーバックナインっていう言葉があるように、うん、そこでやっぱりすごく緊張もしたし、うん、ショートパット2本外したりとかもして、うん、やっぱりそれはまあ技術もあるけど精神的にもきつかったなっていうのもあるし、まだその後14番でバーディー取れたりもして、うんなんですけど、やっぱり最後の最後まで優勝争いをしたっていうのがまずあの試合が初めてで、まずそこで優勝が近づいてきたなっていう実感にもなった試合でもそうですね、だったし、でもその次のシーズン2017年のシーズンでやっぱ何回かした優勝争いでやっぱそこで優勝できなかったっていうのはやっぱ私すごくまた一つの課題が見つかったなっていう、勝ちきれなかったっていうのがあるので、そこを今どうしたら勝てるようになるかっていう最後のやっぱ技術 その爪が甘かったりとか、うん、そういうふうなことで考えてますね。じゃあ今シーズン18年シーズンはやっぱり、まあ、その優勝争いの回数とかも増やしながら、はい、その中でやっぱり今追い求めてるゴルフの向上だとかを考えながら、このオフシーズンを過ごしてるんだなっていう考えですよね。そうですね、まあ、特に2017年の終わりにあったザ・クイーンズの試合でやっぱりすごい追い込まれた状況が多くて、うん、まあ、それは私だけじゃなくてもう一人のペアも選手もいるので、その人に迷惑かけなくちゃいけないっていう、本当にいつもよりもすごく心が詰まった試合であったので、そこで、そうなんですよ、意外とそこで落ち着いてできたなっていうのがあって、やっぱり最後の最後だったんですけど、そこで私なりにすごくいいいい感じでゴルフができて、それで いい精神状態でゴルフができたので、やっぱりその、まあ、終わりのシーズンだったんですけど、そこでまた新たに、あ、18年はこういうこれぐらいやっぱ落ち着かなくちゃいけないんだなって思ったし、やっぱり来年こそは一緒できるかもしれないって思うようになりましたね、はい、やっぱその、まあいつもだったらもう本当個人の、はい、まあね、一人で戦っていると、そのチーム戦というのはやっぱチームの、まあ、組んでる人にもやっぱり、ね、気を使いながらやらなきゃいけないって、そういう大会というのは初めてだったわけでもないんでしょ。そういうのプロになってはその前2年2回目だったんですよね、うん、その試合でもやっぱり1年通しててあんまりなくて、でも そこまで最後の17番までそのこれは入れなくちゃいけないっていうところまで追い詰められたのは初めてで、ね、うん、そこででもしっかりパッと入れれたっていうのが私自身すごく自信になって、うん、来年こそはっていうすごく自信になって今オフになってますね、はい、
コちゃんのスイング、本当ね、曲がんないなと思うの。全く曲がんないなと思うの。本当ですか。いや、嬉しいです。その中で、はい、一番最初知り合ったのが小学生の時から知り合ってるんで、はい、でそこからずっと月に積み重ねてきたコちゃんのスイングの中で、はい、何を一番 気をつけてるのかなっていう。今です。今も昔からでもいいし。昔か、スイングというよりもやっぱリズムはすごく気をつけてますね。あのリズム。そうですね。昔からやはりスイングは変わっても、打つスピードとか打つリズムとかはスイングのトータルのリズムとかは多分変わっていない。あ、でもね、分かると思うんですよね。本当にちっちゃい頃からあんま変わってないんですよ。スイングは正直体も大きくなっていって、すごく身長もいきなり初めて、で、会った時はすごいちっちゃくて、140センチ、30センチぐらいしかなくて、やっぱり本当にクラブを振るという、クラブに振られてるぐらいの感じだったんですけど、でもそれもやっぱり体も大きくなって、体重も増えて身長も大きくなってって言ったらスイングも変わってきて、スイング自体はすごく今の方が、あの時よりかすごい安定してきてるなっていう実感もあるんですけど、でも本当リズムだけは昔から何一つ変わらないなと思いますね。さっきちょこっとこう生っていうかテレビじゃなくて見たけど変わってないですもんね。僕の中でこっちゃんのスイングのすごいいいとこって右肘が伸びていかないでしょ。本当ここね、やろうと思ってもできないことをこうやっぱり体の回転がうまいんだなと思って、それでも 2,3 年前からここに練習の試合でも練習でやってるんですけど、試合前にもやってるんですけど、ここにグローブ入れてテイクアウトトップして打つっていうドリルを今やってるんだんですけど、やっぱそれを始めてからすごくショットが安定するようになってきて、やっぱりしっかりこのなかなか私の悪い癖ですごくインパクトの時にこのすごい外れちゃうっていうのがあって、それがあったからやっぱ少し曲がってた部分もあったんですけど、やっぱそれをこのドリルをコーチに教えていただいてからやっぱすごく良くなってきたし、あとやっぱりそれで脱力するようにっていう意識もしたらすごい良くなってきましたね。ってことは3年間同じことを続けてるってことでしょ。そうです。これが大事ですよね。なんかちょっと調子悪くなっても戻れる場所があるっていう練習の基礎基本みたいな、そういうのっていうのは、まあ、いろんなゴルフの基本ってあるかもしれないですけど、それは自分の基本さえ作ればいいんじゃないかなっていう考えもあってて、僕はそうですね、悪くなった時にやっぱり何か一つだけはこの練習をするっていうのは、やっぱり狂わない練習っていうのがやっぱり それなので、それがね、なかなか続けられないと思うので、やっぱりそこのやっぱ続けられることっていうのがすごく大事じゃないかなと思うんで、スイング的には正直すごい変えようっていう昔からのスイングで、やっぱり結構独特なスイングってよく言われるんですけど、それはやっぱりあんまりすごく大きく変えるっていうことはあんまりせずにずっとやってきたので、なのでやっぱり逆に言えばあんまりもう変えられないんですけど、本当にもう曲がらなく曲がらないよねっていうクラブの通りしてると思うんで、いや、すごく嬉しいです。そんな吠えられたことないから。本当にこう、まあ、コントロールとかもやっぱりうまいんじゃないかなと思うし、去年の後半のシーズンすごいショットが悪くなっちゃって、特にアイアンとかも全くグリーン乗らないことになっちゃって、やっぱその時にやっぱ切り返しがすごい、タイミングもすごい悪くなってしまって、やっぱ今まででないぐらいすごく悪くなってしまって、まあ、それもいろんな変化があると思うんですけど、やっぱ体が大きくなったりとかいろいろあると思うんですけど、そこでやっぱりタイミングが悪くなってしまって、で今はオフのトレーニングで、そのタイミング、ゴルフのスイングにつなげるようなトレーニングを今結構やってて、その中でやっぱ切り返しをしっかりうまくやるっていうトレーニングを今やってるんですけど、はい、それが今すごくいいかなと思って、まだしっかり打ち込んではないんですけど、また打ち込んでいくのがすごく楽しみな感じですね。調子もやっぱり上がってきそうだなっていう感じなので。でもね、女子プロって長いようです。本当に短いでしょ。だってもう、そうですね、今年2018シーズン始まるのがもう3月の頭の2日ぐらいから始まるってことは、クイーンズで終わったらもう12月の10日ぐらいでしょ。そうです、試合が、はい、昨シーズン終わったのが10日ぐらいで、はい、1月2月もいっぱいいっぱい使えないんで、リフレッシュすることとかなんかやってるのかなっていう。リフレッシュでも、まあでもやっぱりなかなか行けなかったり
行けないショッピングとか、うん、そういうのには行ったりするのはすごい楽しみですね。だって今38試合でしょ、はい、で38って言っても海外 の, その全英オープンだとかそういうのいろんな出て行ってたら、うん、年間何試合するんだよ私ってなってくるでしょ。そうですね、うん、こっちはだいたい何試合、去年で何試合出て30試合ぐらい、はい、1回全英にも行ったの、あの出場できたので、うん、そこで、まあ、そこで前後休んだりとかもしたんですけど、それ入れても30、31、1、2ぐらいですね。31年って結構な数だからね。そうですね、やっぱり1年あのいつも終わった時に、リコードオープン終わった時のいつも終わったなっていう、うん、あの1年終わったなっていう気持ちがすごいあるので、うん、モチベーション の, たあの気持ちの保ち方とか、うん、まあその試合の中で、まあ、やってる時にちょっとこう、まあ、いい時も悪い時もある、うん、やっぱそのそういう時の気持ちの変え方とか、うん、こっちはなり何を何かやってるのかなとか。3シーズン回って思ったのは、やっぱ最初の頃に比べてあんまり調子がいい悪いの悪いくなった時にあんまり気にしなくはなりましたね。一つ気にしてたら本当にもうドツボにはまっちゃうっていうふうに思ったので、うん、やっぱりその1年ずっといいって難しい、ほとんど無理に近いと思うので、そう思った時に今はもし調子が悪いなら悪いなりに我慢していい時待とうっていうふうに考えれるようになりましたね。最初 の, あの1シーズン目っていうのはこう、うん、そうです、ね、今まで行ったことないゴルフ場とかなんで、こう交通の便とかもいろいろ考えなきゃいけないで、ここから何分、飛行場から何分コースまでっていうのも、ね、あの分かるシーズンでもあるし、で2年目からやったら大体あのコース去年行ったから計算できるから、もう少し時間的にも余裕も取れるようになると思うん で, そうです、ね、はい、コースをまず知ってるっていうのも大きいので、うん、やっぱり前の年、初めての年はしっかりワンラン回ってっていうのがあったんですけど、ね、火曜日水曜日ワンランワンランっていうだったのが、まあ、火曜日はもし本当に疲れて火曜日休みで水曜日ハーフでいいや、うん、そこでプロアマ行って試合でもいいやっていう風に組めるようになってきたので、それはすごくもう経験が入って、そうだよ、ね、あの、あるなと思いますね。来る来るほどなんか時間を有効に活用できるようなことを考えて、うん、あの行くと思うんで、はい、練習する時間休む時間ってすごく切り替えが良くなったかなと思いますね。やっぱりだらだら練習しても良くないし、うん、試合終わってもう悪かったとこだけ練習しようみたいな、良かったら別にもしなくてもいいしっていう、その切り替えるようになりました。ジュニアの時は悪くても良くても何時間練習するんだと思って練習したんですけど、ね、はい、そういう風になりましたね。毎週やってて試合数だって出れれば38試合出れるってことでしょ、はい、38試合試合出たらどうなんだろうっていうなんか自分の考えもあって、はい、気持ちのモチベーションはすごくあの難しいかもしれないですね。でも私はやっぱりどの試合でもいいんで早く優勝したいっていう気持ちがあるので、やっぱり毎週毎週優勝したいと思って、あのすごく悪くなったりとかしてもうなんか何も考えたくないっていう思い時もあるので、そういう時はすごく難しいなと思います。もうやめ、もうやめないって言ったらもう無理って言ったら部屋で無の時間を過ごすそうですね。でもそれができるからやっぱ強いんじゃないかなと思う。どうなんですかね、うん、逆にみんな何してるか聞いてみたいです ね何してんだろう、本当に分かる。なんか私も気になる、もうやだってなった時に何しようかなってなって、でも去年はそう思った時はなんか違うスポーツ見たりとかしてみたりとか、あのスポーツやってみたりとかはしてみましたね。何やったの去年？バスケットボールあのトレーニングしてるとこの横にあのバスケのあって、そこでシュートだけでもすごい楽しかったですやっぱり違うスポーツやるのもすごくいいなと思ったし、違うスポーツ見に行ったりするのもすごく楽しいなと思うし。ほら試合中に野球見に行ったりとかもしたことはない？野球はないんです。今年でも行ってみたいなと思ってて、去年は相撲とバスケ行ったりとかしててなんですけど、でも2回行ってまた違うスポーツを見てみたいなと思って、野球だったりサッカーだったり違うまた新しいスポーツ見てみたいです。特に野球見てみたいですね。東京ドーム行ったら5万人入ってるから。そうですよね。ゴルフで5万入って見られたらどうって考えたら、いやすごい盛り上がりですよね。そう思って野球選手すごいですね。すごいでしょ、ね、なんか緊張してできなさそう4日間の試合も女子も増えてきたので、うん、そうですね、はい、やっぱり、まあ、最初のシーズンに比べてもう時間の使い方とかも変わってきてると思うんで、うん、そうですね、
最初はやっぱりコースを知らないっていうのが大きかったんで大変だったんですけど、やっぱコースも知ってきて4日間でもプログラムがあったらもう本当に連絡なしでもいいやぐらいの時もあるし、まあやっぱりメジャーとかなら毎年コース変わる時もあればしっかり月曜から入ってっていう時もあるので、そういうリズムの1週間のサイクルはやっぱすごく大事だなと。話を聞いてて、はい、多分オンオフのスイッチがないと多分めちゃくちゃうまいこと入れたり消したりできる人だな。そんなことないです、そんなことないです。これはこれ、これはこれっていうのがもうすごくこう決まってるから、まあ、でもオンとオフはしっかりしないといけないなって、うん、初めてのシーズン終わった時に思いましたね。でもそれ初めてのシーズン終わって気づくってなかなかできないことだと思うし、うん、最初の1ヶ月が慣れなくて、まずそのこんなにホテル生活も初めてだったし、まあね、もうそこからね、うん、もうなんか寝れなかったりとか、うん、睡眠が取れないで、もう疲れてくる、思うようにいかないって、うん、もう悪循環だったんですけど、まあ、それがだんだん慣れてきたら次はやっぱりゴルフのことしか考えなくなっちゃって、うん、やっぱそれでちょっと悪いだけでもなんかすぐに何だろうと思っちゃったりとかもするので、それは良くないかなって1年思ったし、やっぱそれ思いすぎて夏から秋にかけてぐらいちょっと一回予選を続いたこともあったんで、うん、その体力がなくなっちゃったっていうのもあったし、それを踏まえてやっぱりちょっと考えすぎなとこもダメだし、オンとオフができなかったからやっぱ疲れてしまった部分もあったなっていう反省点でした、ね、でもその時は19歳でしょ、はい、20歳の年、成人式前ぐらい、ね、その1年でそこまで考えられるってことはすごいなと思いますよ、はい、スタートする前と終わった後やっぱすごい1年で私自身も成長したなって実感できるようなシーズンでしたね。で毎年毎年なんか12月そのリコーが終わって、はい、なんか今年も私は成長したなっていうのをやっぱ感じることはできてるのかな。初シーズンと2シーズン目は成長できたなっていう部分が多かったんですけど、去年だけはやっぱり反省の方が多かったですね、うん、私自身は去年は正直成長できたなっていう部分もあったけど、まあでも優勝できてないっていう部分、その反省点の方が大きかった。大きかったんだ。はい。2018シーズンのオフっていうのはすごくやることがいっぱいあるね。もうそうですね。すごくやることもいっぱいあるし、すごく大事なオフだなっていう、いつも以上に、ね、大事なオフだなと思っていますね。気をつけてやってるなんかアプローチをもう少し向上しようだとか、うん、パッティングとか。そうですね。うん、アプローチはやっぱり後半戦悪くなってきたら、まあ、全部つながっているようにアプローチも寄らなくなってきて、うん、入りが悪くなってきて全然寄らない、本当にダフったりしたりとか、フェアウェイからの本当にイージーアプローチが寄らなくなったりとかして、うん、まあ、それはやっぱりもうショットからのミスがあって、やっぱり入りが悪くなったからっていうのもあるんで、もう今はバンカーでのそのアプローチの入りの練習をしてます。やっぱダフったら土なんですぐ分かるし、うん、出ないからね。それにやっぱりトップとかしたらもう大オーバーとかしたので、うん、バンカーからの今アプローチをすごく練習してます。全て含めて2018シーズンまずは優勝、はい、ダイキンからも優勝狙って、そうですね、やっぱ優勝するためにこのオフは本当に頑張らないといけないなっていう。1回勝ったら2回3回ってね、もう勝っちゃうよね。勝てますかね。勝てますかね。勝てるでしょ。一回勝ったらパパってこう勢い乗っていくんじゃないかなと思うんで、でもその優勝争いしたらちょっとドキドキしちゃう。ドキドキします。欲が出ちゃいます。でもそこで欲を出せるからいいよね。守りに行ってないっていう。守りにはいかない。欲出ちゃうんです。すごいピン狙っちゃったりとか。そう、あとちょっとなんであそこ狙ったんだろう。でもそこで守り切ってじゃないからいいんじゃないかなと思うし、うん、優勝争いしてたら、まあ、2回勝ってるので、うん、狙ってたもん、うん、でもそうですね、最初の優勝の時にキャディーさんに止められた。いや、さすがにそこはピン狙わないでって、ドッキリ勝ちなんだからって言われて、いやでもこれはいやピン外して打てないんだけどみたいなことを喋った思いはある。もうショットもいいし、だからパッティングとかもそんなにこう苦手意識とかもないでしょ。そうですね、はい、なんかもう早いもん、テレビで。そうなんですよ、決めてパーパーって。あれもう打ったと思いながら。そう、その速さも昔から変わってない、ね、打つのは早かったです。打つの早いもん。昔、うん、本当にやっぱちっちゃい頃って何も迷いもなく打ってたんで、構えたらすぐ打つっていう、うん、
なんかちょっとミスしてもあんっていう、なんかそんなにこう悩んでなさそう。でも意外と内心悩んで、なんで外したんだろうみたいな意外と思い詰めたりしてます。でもテレビ画面上だと全くそういうふうに見えるんですけど、次の方に向かっていってる姿っていうのはすごくその印象があるんで、でも考え出して打てなくなっちゃうでしょ。そうなんですよ、うん、行ったとこ勝負ぐらいの方がいないかと思い始めてでもその時にあの優勝してたらもっとゆっくり出ちゃうんでしょ。出ちゃいます出ちゃいます。あでもちょっと最近女子の世界もよく見てるけど、早いもんね、勝ったりするのもね。みんな若いし若い人多いし、やっぱりあのやっぱ愛さんの子かって思って、愛さんが出てきた頃に私も始めたので、うん、その今人たちがプロになってるから。そうだよね、はい、そういうのってすごくみんなゴルフに打ち込んできた時間が長いという今の、うん、特に今こう、ね、プロテスト勝った子ばっかりとかは特に思いますね、うん、その当時小学校1年生って言ったらあんまり早い方ではなくて。そうなの？意外と早い方でもなくて、もうみんな普通に今は4歳とか3歳とかから始めましたっていうのが多いので。目だと愛選手が。そうです、愛さんの。愛ちゃんが、はい、フィーバーしたのが、はい、ちょうど小学校1年生ぐらい。1年生、そう1年生2年生ぐらいだったんで、はい、小学校3、4年生の時に回っていただいて、もうすんごい覚えてます。え、もう男子プロってすごいってこんなに飛ぶんだみたいな感じで、もう後ろから打って一番前から打ってるのに一生懸命振ってもやっぱり全然もう50ヤードぐらいです負け50、60もうまいって。本当にちっちゃかったんで、こっちゃんは。今は、ね、今は身長が何センチ。164なんですけど、あの時130センチぐらいですから。本当に一生懸命振られてるのが印象があって、でお姉ちゃんはあの本当変わらず力強かったんで。そうですね、お姉ちゃんはもう、うん、もうあれぐらい身長もうあってもともと、はい、大きくなるのが早かったので、うん、一生懸命振ってもなかなか前に行かずでもすごいなんか楽しかった思い出がすごいありますね。回るのもなんかもうこの手振れながらなんかもティーショット打った思い出があってでもちっちゃい頃からもうゴルフし始めてプロゴルファーになるんだって決めてたの、はい、いやそんなことないです。小学校1年生から始めて、うん、プロになるんだって決断したのは中学入学ちょっと前ぐらいだったので、それまではなんか、うん、そんなにやる気もなくお姉ちゃんがやってるからやるぐらいの感じで、そんなに練習も必死でやってなくて週に2、3回行けばいいぐらいで、もう本当にそういう程度だったんですけど、やっぱ小学校って大きい子の方がやっぱ有利じゃないですか、飛ぶしあるんですけど、ちっちゃかったのでどうしてもやっぱりなかなか夢中になれずなんかのらりくらりと中学校ぐらいになるなるときに、いやもうやるからやもプロになろうと思って、身長が一気に伸びてやっぱすごい飛ぶようになったんですよね。 そういうことか。それですごく面白くなってきて、今までパー4がやっぱちっちゃかったり飛ばなかったり2オンしなかったんですけど、うん、それが2オンするようになってきてすごい楽しくなってきて、それでどんどん夢中になっていって、うん、プロの試合とかもテレビで見るようになって、それで私もここで戦うんだって、ここに立って優勝したいんだって気持ちになってきて、じゃあプロゴルファー堀琴音を抜くにしたらどういう女性なのかなっていう。いや、どんな感じなんでしょう、全く想像つかないんですよね。ずっとゴルフなかったらどんな感じなんだろう。そっか、もう本当ゴルフ、ずっとゴルフのあれでやってるから。そうですね、まあ多分普通の大学生の女の子だったんだろうなっていうの。何かが好きってないの、甘いもの食べるのが好きとか。あー、でも趣味とかもないの。いや、そう、難しいんですよ、今趣味探し中あ、でも外に出てショッピングするのが好きとか、甘いもの食べるのも好きだし、意外とその外に出て何かをするっていうことが分かった。家にあんまり入れないでしょ。そう、そうですね、本当に活発なんだね。そうですね、やっぱり体を動かしてる方が好きだから。そうですね、でも体を動かすのは運動神経良くないんですけど体を動かすのは好きですね。あと家にいるのが好きじゃないっていう。好きじゃなくないんですけど、あんまり家にいるより外にいた方が。でも外にいるのも結構好きですね。最近インドアの人とかもいるかもしれないんですけど、うん、意外とそうでもないです。意外ともうアクティブなアウトドア派なんだね。そうですね、もしかしたら今いろんなことやってたかもしれないです。その夢中になるとかじゃなくて、極めるとかじゃなくて、例えば
それこそ友達と何か違うスポーツしたりとか、うん、ちょっとそういう一つじゃなくていろんなスポーツで楽しんでたかもしれないです、うん、意外と活発だったかもしれないです。でも活発そうだもん、はい、そんな感じだったかなと思いますね。でもやっぱゴルフをしててやっぱ本当すごく楽しいって思えます、うん、いや思いますね。やっぱり私が今一番好きなことが仕事にできてるっていうのはすごく楽しいなと思います。もちろん苦しいこともあるんですけど、うん、でもやっぱりいい成績残したりそれこそいいショットいいパットをしたりとかしたらすごく嬉しいし、うん、やっぱりその喜びとか達成感ってなかなか味わえないと思うんですよね、うんうん、今後5年後とか、まあ、30になった時とかどうゴルファーとしてどう考えてるのかなと、うん、まあ、今はもう初優勝のことしか考えてないから、正直それなんですよね。今初優勝をまず達成してから、まあ、考えたいなっていうのもあるし、アメリカに行くのかとかで、そうですね、はい、正直賞金をまず、まあ、賞金王っていうのは多分すごく、はい、うん、それはあります。はい、賞金女王を取りたいっていうのはありますし、うん、でもまずは賞金女王を取るにしてもやっぱ優勝しないと取れないので、うん、まず初優勝してそこから目標っていうのが多い、今気持ちがいっぱいです。こっちゃんの中ではこの、ね、5年後のゴルフ設計とか10年後とかじゃなく、もうとりあえずまず 初優勝を、はい、初優勝っていうもう今その目標が今すごく自分の中で、うん、ほとんど100に近いぐらいの目標なので、うん、そこがまあ達成されたらまた新たに、はい、逆にこうまあ、ビジョンが見えてくるんじゃないかなっていう。そうですね、初優勝したら自信にもなると思うし、うん、そこでまた賞金女王だってアメリカツアーに行きたいっていうのが生まれてくると思いますね、うんうん、でもやっぱ賞金女王にはなりたいっていうのを昔からも思ってますね。プロになって目標でもあると思うので、なのでそれはすごく楽しいなと思います。初優勝なんかしてもすごいね、大号泣だね。多分号泣すると思います。多分大号泣だと思いますね。ちゃんと優勝争いした時には化粧道具持っていかないとずっと優勝したいしたいと思ってきてるので、うん、多分優勝した時はまだしてないか分かんないけど、でもすごく今まで一番嬉しい気持ちだと思いますね。ちゃんと見てますので、テレビでお願いします頑張って、はい、できるように。いや今年本当に、ね、はい、いいオフにして、ね、はい、してたらね、やっぱり結果をずっとこう、うん、まあ、見えてくると思うので、今日はありがとうございました。ありがとうございました。